もうどれぐらいあるお前上登ってきてよ。あれやってたの。ファンシー来たよ。ファンシー来たよ。ファンシー来たよ。ファンシー。ちょっとでかいよね。でかいね。あの名前がファンシーじゃん。ね。彼あのピンクのやつやろ。ピンクのやつ。ピンクのやつ。ピチッピチッと手してピチッと。ただいまから小牧基地航空祭の開催を記念し、第67期航空学生によるファンシードリル展示を行います。私たちは山口県甲府市よりやってまいりました。航空学生伝統のファンシードリルをお楽しみください。まずはブラスバンド隊の入場です。次は構成されています。指揮官は副市長川底俊一、鹿児島県出身です。ただいま演奏中の曲は航空学生の歌という曲です。この曲は第19期航空学生によって作詞作曲されたもので、航空の地に合わせ歌詞に若干の修正を加えながら現在まで大歌として歌い継がれています。それでは一日一礼兼春様にエオレを受けていただきます。
一日指令ご登壇願います。営業で演技を開始します。ドリル隊は中央へと進み、解散と集合を繰り返します。ドリル隊の誠実な動きにご注目ください。
綺麗な旅行一列になったドリル隊は重操作によって波を作り出します。ただいま演技で使用している銃は64式小銃といい、重さは約 4.5kg です。
それでは小牧基地航空祭の開催を記念し祝福を捧げます。銃声により大変大きな音がいたしますのでご注意ください。隊は演技を終了し平野連の位置へと戻ってまいりました。それでは平野連